皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方はまずはチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それでは昨日のボクシングで、まあ中谷潤人選手に負けたアストロラビオと、あとは那須川天心選手に負けたジョナサン・ロドリゲスが、まあどうやら、まあ言い訳をしているとのことで、それをちょっとお伝えしましょうか。まず、中谷潤人選手に負けたアストロラビオ選手、これ試合後の会見でなんて言ったかというと、中谷のパンチは強くはなかったと言いましたね。なんでと思った。強くはないんだが、見えなかったと言いましたね。いや、それはね、見えないパンチを打つっていうのが、それすごいことなんですよ。いや、ボディっていうのは、まあ、ほんとね、来るって分かってれば耐えられるんですよね。腹筋力入れられるんで。それだから、中谷選手が、技術があったから見えないとこからのパンチ打てたんですよね。まあアストラビアあれ見えないというより完全にもう上に気を取られてたんで、下が無防備といった感じでしたよね。まあガードは結構肘まで行ってましたけど、まあ、単純に中谷選手がすごいということなんですよ。アストラビアは確かにでも1ラウンド秒殺されてあんまり認めたくないんでしょうね。俺の実力はこんなもんじゃないと。そしてまあ中谷潤人選手が、まあ強かったのもよくわかんないみたいなニュアンスで言ってましたよね。まあ確かにね、まあほぼ秒殺でしたよね。だから強さを感じる前に、まあパンチを食らって負けてしまったという感覚でしょうね。またこういう時はしっかりと中谷選手を認めるべきですよね。だからこれね、あと面白いのが本当、ボディは、まあダメージというより呼吸ができなくなったとかなんか言ってましたね。それはそれがボディなんですよ。それが溝食らったらそうなるんですよ。そう、呼吸できなくなるんですよ。それでみんな立てないんですよ。いや、そういうものなんですよね。それちょっともうちょっと中谷選手を認めてほしかったですね。そして今後中谷が勝ち続けるかの質問に関しては、まあ中谷が今後勝ち上がれるかはわからないと言ってましたね。なんというか気持ちよくないですね。まあ認めたくなかったんでしょう、自分が秒殺されたの。なるほど。まあもうアストロラビオと中谷さんがやることはありません。アストロラビオはまあ今後もやるようなことを言ってますね。どうなるんでしょうかね。そして、昨日那須川天心選手に負けた、対戦相手、ジョナサン・ロドリゲスなんですけど、途中で止められたっていうか、まあ、一応 TKO ですよね。那須川天心選手の渾身のストレートで、まあ、吹っ飛んで、まあ、結局止められましたよね、カウント途中で。ただ、ジョナサン・ロドリゲスは、俺はまだできたと言ってましたね。あれ、どうやら陣営ももう止めたらしいですね。まあ、そりゃそうですよね。旗から見てても勝てる気はしなかったですよね。あれ、ジョナサン・ロドリゲスは、まだまだできたというならば、もっと自分から攻めるべきだったんじゃないですか。はっきり言ってもビビって手出せてなかったですよね。だからそれだけ那須川天心選手が、まあ、強かったですよね。まあね、ジョナサン・ロドリゲス、まあ、弱かったと思いますよ、正直言って。まあ、パンタム級で一応世界4位にはランクされてましたけど、本当に今のパンタム級の日本人以外の外国人のランク上位は全く当てにならないんですよ。これもうボックスレックとかでね、もう過去の、まあ対戦成績とか見れるんで、もうこれは那須川天心選手の勝ちだと分かってましたね。まあとにかく那須川天心選手は、これ勝ったんで、まあ上位ランカーを倒しましたよね。そこで、まあランキング上がりますよね。那須川天心選手のランキングが、現在4団体で WBO10 位。WBC が12位。IBF が、IBF はランキング多分入ってないんですね。そして WBA では最高位の7位なんですよ。これが全部ランキング上がるんではないでしょうか。そして那須川天心、まあさすがに、今回、WBA4 位を倒したので、一番上がるところが WBA ではないでしょうか。おそらく4団体すべてでランキング入りますよね。上位、もっと上位に入りますよね。WBA ではもう2位、3位とかそのぐらいに入るんじゃないですか。比嘉大吾選手が、
ちょうど WBO で試合をするので、もしかしたら天心選手がランキング3位ぐらいに来るかもしれませんね。まあ来てもいいでしょう、それは。そして、那須川天心選手の次戦なんですけど、天心選手は次戦はおそらく、まあ地域タイトルですよね。年末あたりに、まあ栗原啓太さん、OPBF 東洋太平洋のタイトルマッチ、ではないかと思います。もういい加減に地域タイトルをやっていいですよね。もう今、軽量級では、まあ地域タイトルを取れば、もう世界戦でも問題ないですよね。まあ中重量級以上だと、アジアを取ったぐらいではまだまだなんですけど、まあ軽量級ならアジア取ればもう世界戦で問題ないと思います。まあ世界戦はまあ、とにかく次、一度地域タイトルを取ったらですよね。そっからまた、どうなるかですよね。とにかく次は年末あたりに栗原啓太さんとの、東洋太平洋タイトルマッチではないでしょうか。ここも非常に楽しみですよね。まあ、いずれはね、この武井良樹対那須川天心っていうのが見れる可能性もありますよね。これはビッグマッチになるんで、ビジネスとして、もう結構動きますよね。これが実現されるかどうか。このまま二人が勝ち続ければぶつかりますね。そして中谷潤人選手が次戦、注目ですね。中谷潤人選手はね、もう、普通の防衛戦はやりたくないと言っております。まあ、そうですよね。もう完全に中谷潤人選手は実力を証明していますからね。今更無名の選手と普通の防衛戦なんか誰も期待してないですよね。やっぱり統一戦ですよね。中谷潤人選手は井上拓馬と言ったので、これ井上拓馬選手の反応も気になりますよね。ただ、しっかりプロモーターが OK しなきゃこれは決まらないんで、そのあたりですよね。おそらく拓馬選手は絶対に中谷潤人とやってやると言いますよ、絶対に。普通は言いますよね。あんな風に言われたら。だがプロモーターですよね、問題なのは。これはやらせない可能性はありますよね。中谷潤人選手もしかしたらだから西田亮介さんと統一戦の可能性だってありますよね。もしくはそれが実現できないならば、もう階級をスーパーバンタム級に上げる。スーパーバンタム級といえば井上尚弥さんもいますよね。そして昨日記者のインタビューで井上尚弥さんの対戦についてはどう思うかも聞かれておりましたね。そこに関してはまあ早い段階で戦いたいと言っておりましたね。まあそこが最終目標ではないと言っておりました。まあ中谷潤人選手はスーパーフェザーぐらいまでいけるのではともね言っているので、まあ、とにかく、統一戦決まらなければ、階級を上げるでしょう。まあ、自分が見たいのはバムとのビッグマッチですよね。ここはちょっとまだ決まらないとは思うんですよね。あとは、井上尚弥さんがまあ、9月3日に試合をした後、ベルトをそのまま4つ保持するのか、ここでも展開が変わってくると思います。いや、楽しみですね。それと先ほどちょっと言ったので西田亮介選手はこれからどうなるかというと、西田亮介選手の IBF は1位と2位が空位になってるんで、これまだ試合やんなくてもいいんですよね。まあ、選択試合となりますよね。なのでいきなりの統一戦もあるかもしれませんね。西田選手がだから中谷潤人と戦いたいといえばこれ成立するのでしょうか、どうでしょうか。まあ、西田選手は今日のね、中谷選手、やっぱり、どう思ったんでしょうね。このあたりも知りたいですよね。これ逆に西田選手が中谷選手と統一戦をしたいとでも言えば決まるかもしれませんね。それでは、今後ね、はい、どうなるか期待ですね。それではね、本日はここで終わりたいと思います。これを聞いてくれた方は、チャンネル登録、あと X と Instagram もフォロー、ぜひよろしくお願いします。それでは以上です。ありがとうございました。